大森ベルポートは東京都品川区南大井六丁目にある複合施設。伊須津自動車の創立50周年事業の一環として本社と倉庫などのあった敷地に第一生命との共同事業で整備された施設群である。工事は2期に分けて行われ、1996年9月に全体が竣工した。他に1期工事と同じくして ここからほど近い場所に、いす津病院が新築されている。名称は、いすずのベルから取られた。羽田空港が近い敷地のため、建物高さの制限によって一棟型の超高層ビルを建設することができなかった。このため、四棟のビルによる外区型の都市環境の形成を図った。元来、業務地区として認識されていなかった、大森地区にオフィスコンプレックスを成立されるには、 新鮮な理念とそれに基づく魅力的な計画が必要とされたため、3棟のオフィスビルに囲まれた面積4200平方メートル、高さ40メートルに及ぶ日本最大級のアトリウムを計画した。アトリウム中心部はイベントスペースとして活用され、様々な祭事が行われている。建物は ABCE 館を第一生命、D 館を水保新宅銀行が所有し、 管理運営は第一生命グループの第一ビルディングが行っている。なお、イスズ自動車は2022年に鹿島建設などが横浜市港未来地区に建設する横浜ゲートタワーに本社機能や関連会社の一部を移すと発表している。A 館及び B 館、C 館、D 館は輪になって並んでおり、中心部にはアトリウムと呼ばれるイベントスペースがある。 このうち B 館、C 館、D 館の地上1階と2階は互いに接続している。一方で E 間はこれらとは道路を挟んで立っている。郵便番号はいずれも郵便番号140-0013。ありがとうございます。